スコット・ガーランドはアメリカ合衆国のプロレスラー。メイン州ウェストブルック出身。スコッティ・ニホッティのリングネームで知られる。1989年、地元であるメイン州のプロレス団体でプロレスラーとしてデビュー。同年、マサチューセッツ州を拠点するニューにて本格的にトレーニングを開始。1991年8月に、 ニューに所属する仲間からフィルアポロに紹介してもらったことをきっかけに WWF へ入団。10月に WWF でスコット・テイラーのリングネームでデビューした。学生だったということもあり、大学卒業後は一時期レスリングから離れ、バンクティラーやスペンサー・ギフトのアシスタントマネージャーを務めた。1997年、当時働いていた保険会社から離れ再び、 プロレスラーになることを志し ECW のトライアウトに参加する予定であったが、WWF のタレント部門を担当していたブルース・プリチャードに働いていた会社に恩返しをしたいということを話したことから WWF への復帰が決まった。復帰後は再びスコット・テイラーとしてリングに上がり、ライトヘビー級で活躍。WWF 時代1998年3月、 レッスルマニア14にて、WWF タック王座挑戦者、決定タックバトルロイヤルに、ブライアン・クリストファーとトゥーマッチというタックチーム名で、参加。これをきっかけにブライアンと継続して、タックを組むことが多くなり、華やかに踊れて、アクションができる名コンビへと成長し、スコット・トゥー・ホット・テイラーと呼ばれるようになった。1999年5月より、リングネームを現在でも知られる。 スコッティにホッティへと変更し、ブライアンはグランマスターセクセイに、タッグチーム名もトゥークールとしてヒップホップデュオというギミックへと一新。同年後半にはリキが加入したことにより、名ユニットとして活躍し、2000年3月29日の RAW にてエッジクリスチャンから世界タッグ王座を奪取。2000年後半、リキが裏切りユニットから脱退。 2001年2月にスコッティは追間版の手術することになり長期間離脱。さらにはセクセイが違法薬物をアメリカからカナダへ運んでいたことが知られてしまい解雇されてしまったためにトゥークールは自然消滅となった。スコッティは6月に復帰し、アルバートと動物園のクルーというギミックのタッグを結成。アルバートはヒップホップヒッポというニックネームで呼ばれるようになり、 パロディユニットとして活躍。2003年、力士と再び、トゥークールを再結成し、2004年2月5日に、WWE タック王座を獲得するが、わずか2ヶ月余りの4月22日に王座を、陥落すると7月26日に、力士は解雇となったため、シングルで活動。スマックダウンに所属し、クルーザー級戦線へと加わる。観客からの人気は高く一貫して、 ベビーフェイスで通した。2005年からはヘビー級戦線の新人レスラーたちの踏み台になることが多くなった。徐々にテレビマッチでの登場は減っていき、前座番組であるヒートとベロシティでの出場に格下げされると2007年5月18日に解雇となった。12月には RAW の15周年記念大会にてスポット参戦。 バトルロイヤルに出場した際にはファンから所属していた当時と変わらぬ大きな歓声を浴びた。WWE 解雇後はインディ団体へサーキットすることになるが、スコッティにホッティのリングネームが WWE より商標登録されて使えなくなったことを理由に、スコッティ2ホッティ、スコッティザホッティ、スカリーにホッティなどのリングネームを使用。フィップ、クラッシュ、イポ、CCW、 UWF ライブなど様々な団体に参戦し、各団体のタイトルを多く獲得している。2010年には WWE で共にした田尻が主催するスマッシュに参戦するため来日し、試合を行っている。2012年、ヒース・スレーターが RAW 旋回放送へ向けたレジェンドたちとの戦いにおいて、WWE の NXT にてレジェンドの一人として登場し、 勝利を飾った。2014年、プロレスリング、ノアのグレート・ボヤージュ2014イン、東京ボリューム3有明冬の陣にて船木らとタッグを組み、フィニッシャーとしてワームも披露し、勝利を収めた。2016年より、WWE パフォーマンスセンターのコーチを務めている。ワーム、ありがとうございます。